毎年10月と2月に行われる花の岩屋神社の例大祭のお綱掛け神事では、およそ170メートルの大綱が使われます。今日は熊野市内の田んぼで氏子ら20人が大綱を作るための稲刈りを行いました。秋のお綱掛け神事は新型コロナの影響で中止されてきましたが、今年は3年ぶり10月2日に行われる予定だということです。